うわ、すごい。お肉大きい。いただきます。おいしい。あ、辛い。あ、結構きますね、スパイシーで。あ、すごくおいしいです、スパイシーで。チキンもブリブリで。おいしい。ブラックコーヒーですね。僕はこれとブラックコーヒー。なるほど。おいしい。第一声はおいしいでしたね。止まらないですね。止まらない。おい、泣くぴったりかもしれないです。ちょっと食欲ない時でもいける。おいしい。よろしいでしょうか。はい。はい、秋山さん、ありがとうございます。では、最後に岡部さん、お願いします。はい、いただきます。一番やってるからな、うん、強敵だから。やっぱ焼きたてがいいですね、ほかほか。嬉しいんだよな、この焼きたてのやつが。すごいボリューミー。タンドリーチキンが3つ一つのサンドに、はい、3つたっぷり入っております。3つもゴロゴロゴロと入っております、はい、めちゃくちゃボリューミーです。いただきます。うん、うん、おいしい。あー、ピリ辛ですね。結構しっかり辛みきます。うん、うん、うん。チキンがモモだからジューシーでプリプリでめちゃくちゃ美味しいです。で、そのチキンとあのサルサソースですかね、刻んだ玉ねぎとかお野菜がシャキシャキしててめちゃくちゃその食感も美味しいですね。で、中にその粗く刻んだハラペーニョですかね、そこがやっぱ噛めば噛むほどちょっと辛みも増してきて、さらにちょっと食欲がそそられるというか止まんなくなっちゃいます。めちゃくちゃ美味しい。いろいろな具体的なワードが、ね、出てまいりましたね。岡部さん、ありがとうございます。さあ、ジャッジは次の食レポの後でお願いしたいと思うんですが、現時点で高谷さん、食レポがかなりいかがでしょうか。はい、そうですね、ちょっと悩ましいですけど、はい、皆さん本当表情もそして美味しさを表現していただくワードもとっても素敵で、岡部さんすごいいろんなワードを駆使してこう表現してくださってて、とっても嬉しいです。口の中にちょっとダイブしたいぐらい美味しそうなダイブしたい、食べられたい、食べられたいってことぐらい美味しそうに表現いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん引き続きご覧ください。はい、それでは2商品目参りましょう。本気で激辛を追求した焼きたてロック、悶絶の激辛ブート蒸気屋デスソースの系の登場です。おぉ、どうだ、これは辛いでしょうね。デスソースの系、デスソースの系って名前のことやね。ありがとうございます。ほうほうほう、ありがとうございます。うーわ、ありがとうございます。ソースすごい。見た目からはどうでしょう、菊田さん。いや、見た目はね、まあでもそこまで辛くなさそうな。お、そうですか。はい、はい、はい、すごいよ、でもソース。いや、ソース赤いソース。うん、秋山さん、香りの方はそんな、あっえっ、はい、もう先ほどよりも、うん、まあ、数倍強いです。あ、感じていただいてますね。うわ、ピリピリする。さあ、ではでは早速参りましょう。はい、こちらも菊田さんからお願いします。いただきます。はい、こんな辛い。いただきます。いろんなソースきました。うわっ、しっかりきた。
これやりすぎてますね、ちょっと最後までぜひ。えぇ、ー、辛っ。そんな辛い。めっちゃ辛い。唇が痛いもん。あわぁ、うわ怖くなってきた。唇痛いほど、はっはっ、口が痛い。辛辛いという一言での食レポでよろしいですか。もう、辛いしか出ない。辛っ、うわうわ、ずっともだえてんな。あ、どうしました。静かに水を飲み始めました。ゆっくり。あ、オッケーオッケー。辛っ、辛っ。こちらのリアクションで食レポと、ね、させていただきたいと思います。ありがとうございます。では続いて、はい、秋山さんお願いします。いただきます。なんかソースがパッと見でも3種類ぐらい、うん、入ってます。入ってます。で、ソースにサルサソースで、粗切りハラペーニョ、こちらも取ってます。いただきます。怖いな、切ったの見てたら。いただきます。おいしい。ソーセージ買いたい。辛っ。ソーセージ途中でした、今。途中でした、またソーセージの。いや、ソーセージがバリッとしてて。辛っ。辛っ、うわ。ヒリヒリきますね。すごい。あ、でもソース美味しいです。え、これもう、相当辛いの好きな人でも、辛いの好きな人にはたまんないんじゃないですか。え、ずっと飲んでたんです。大丈夫。結構後から来るんですね。はい、後から、いや、何種類かありますかね、なんか辛さがね、すぐ到達するものもあれば、今徐々に、噛んでる間に、もう辛さが増してくるものもありますし。うわ、すごい。ベローチェのイメージ変わる。すごい、こんな商品も出すんですよ。美味しい。でも、もう辛いの得意な人はたまんないと思います。いいですね、辛さ伝わりましたね。はい、じゃあ、菊田さんに水をください。口を冷やしてるだけだって大丈夫ですか。口を冷やしてる。美味しいというコメントが出ましたね。よろしいですか。はい、はい、秋山さんありがとうございます。すごい。では、はい、最後におかみさん、はい、お願いします。はい、ちょっと怖いんですけど。でも多分、辛いぐらいがちょうどいいと思う。あ、本当ですか。僕とか弱いから辛い。なるほど。うん、なるほどかな。うわぁ、おいしそう。うん、確かに。いただきます。
出したんですか、これ。ベローチェさん、なんでこんな、うわー、辛い。すごい辛い。ここがもう、当たった場所全部辛い。口の中、ソースが当たった場所。口がすごい辛い。ものすごい辛さが伝わってます。すごい、うわー。これもう、脳天にもう、突き刺さるというか。もうなんか、夏場で全部吹っ飛ぶんじゃないですかね。あ、そうですか。それぐらい、もうテンションがもう無理やりぶち上げられるというか、瞳孔開いてますもんね。瞳孔開いて、なんかちょっと夏場でだなっていう人とかも、これ食べたらもうスコーンと元気出ざるを得ない感じになると思います。ちょっとじっとしてられないぐらい。通常ですよね。今日増やしてるわけじゃないですよ。増やしてるわけではなく、通常でお出しさせていただいてます。すごいぞこれ。店内大騒ぎになりますよ。ヒーって、もう唇もめちゃくちゃちょっと赤くなってらっしゃる。めっちゃ痛い。なんか身近で食べられるもので一番辛いんじゃないかな。本当ですか。はい。うわー、もうその一言でめちゃくちゃ辛さ伝わりました。手に入れれるものの中で多分一番辛いと思います、これが。うわ、辛い。はい、おかみさんにも、はい、コメントいただきました。ありがとうございます。ではですね、ここまで3人の食レポを終了いたしましたけれども、高橋さん、まずご感想だけ聞かせてください。はい、ありがとうございます。